ナットウエストグループはイギリススコットランドエディンバラに本拠を置く金融持ち株会社。イギリス政府が株式の約6割を保有するロンドン証券取引所及びニューヨーク証券取引所に株式を上場している。1969年にナショナルコマーシャルバンクオブスコットランドとロイヤルバンクオブスコットランドの経営統合により設立された持ち株会社が起源となる。 この持ち株会社は1979年7月にザ・ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドグループに改称した。1990年代後半、イギリスの金融機関に再編の機運が高まると、1999年にナショナル・ウエスト・ミンスター銀行に対する敵対的買収を仕掛け、2000年に買収が成立し、参加に加えた。 世界最大級の金融機関を目指したものの、世界金融危機に伴い経営危機に陥ると2008年から公的資金が投入され、以後は株式の過半数をイギリス政府設立の投資会社が保有する中、規模縮小を中心とする事業再編が続いた。2012年にイギリスの大手保険グループのダイレクトライン保険グループを売却、2015年に アメリカ合衆国のシチズンズファイナンシャルグループの全株部式を売却した。2020年2月に社名変更を発表、同年7月現在の社名となった。ありがとうございます。